マンマシン第一陣出ました。ガイアギアはどうした？発進しました。敵マンマシン急速接近中。機数約30機。弾幕を張れ。後続のマンマシンの発進を援護する。ミノフスキー粒子戦闘モード散布、急げ。マシン部隊を出したのだ。感じるぞ、すごいプレッシャーだ。ジョー、聞こえるか？どこにいる？ガイアギアの後ろだ。メッサーとレイはどうだ？今のところ問題はない。二人ともついてくるだけで精一杯だろう。できるだけ手助けしてやってくれ。甘いぞ、フランシー。ケラン、実戦で鍛えるいいチャンスだ。放っておけばいいのさ。ケラン、無責任なこと言うな。相変わらず気まじめだな、ジョー。敵マンマシン接近、散開しろ。狙い撃ちされるぞ。ダミーカプセル展開。コース固定。大気圏突入まであと20分。メタトロンの戦艦は一艦のみ。マザーメタトロンと言いましたかな。たった一艦でマハに戦いを挑んでくるとは、なめられたものですな、大佐。そうかな。メタトロンは攻撃してくるだけだが、こちらは大気圏突入の作業を一緒にしなければならない。条件はこちらが不利だ。なに、メタトロンに邪魔はさせません。マンマシンの後続部隊発進急がせろ。マハゲイジスが大気圏突入するまで敵を食い止めればいい。アフランシシア、マンマシンで出てくるでしょうか。ヘラスに潜入してくるような男だ。マザーメタトロンのブリッジにとどまっているとは思え。赤い彗星の再来ですと。マハのマンマシンはガウツさん、ブロンテクスター、30機は出ているな。なんだろう、このプレッシャー。どこかで感じたことがある。何が爆発したんだ。アフランシー、何やってる。
敵がばらまいた機雷が浮かんでるんだ。注意しろ。ケラン、すまない。ええ、敵の防衛も厚いな。ここを突破できなきゃマハゲージスにたどり着けないぜ。僕が突破口を開く、支援してくれ。無茶するな。あんたメタトロンのリーダーなんだぜ。今はただのパイロットだ。特別扱いしないでくれ。分かったよ。だが突っ込むなら俺たちも一緒だ。ゾリンソウル第二小隊、防衛網を突破するぞ。赤い彗星に続け。クリシナ、戦闘状況はどうだ？敵の防衛網が乱れています。よし、もう一押しだな。マーゲージスは今どこだ？高度300キロの衛星軌道上です。そんなに降りてるのか。グズグズしてると大気圏に突入されるぞ。エアフォースファースト、距離か？こちらエアフォースファースト。前に出過ぎだ、交代しろ。エアフォースが落とされたらマンマシンは大気圏に突入できなくなるんだぞ。分かってる。おい、ミシェル、高度上げろ。アフランシュたち、マハゲージスに追いつけるんですか？大丈夫だ、アフランシュならやってくれる。アフランシュ、レスター、ジョ、みんな死なないで、戻ってきて。なんだ、敵のマンマシン一機だけ動きが変だ。あのマンマシン、ブロンテクスターだな。このプレッシャー、まさか。だ、奴はヘラスで死んだはずだ。このプレッシャー間違いない。おい、アフランシー、あのブロンテクスターのパイロットはウリアン。ガイアギアで格闘戦を挑むとは相変わらず勇ましいな、アフランシー社。やはりウルウリアンか。生きてたんだな。貴様の不意打ちを食らって死にかけたが、今はこの通りだ。逃げるのか。待て、ウル。アフランシー、何やってんだ。ウルウリアン、僕の前に立ちふさがる気か。マーゲージス、高度120キロ、限界です。よし、大気圏突入する。180度回答、突入角度固定。マンマシン部隊、よく守り抜きましたね。これで終わりではない。勝負は地球に持ち越しだな。メタトロン、追ってきますか。尻尾を巻いて宇宙に逃げ帰れば我々の勝ちだ。ブロンテクスター部隊、大気圏突入させろ。バリュート展開。マハゲージスが大気圏に突入した。間に合わなかったか。ケラン、マンマシン部隊をエアフォースに収容しろ。大気圏突入してマハゲージスを追うんだ。アフランシー、僕に構うな。
僕はウルを倒す。マハの艦隊、大気圏突入を開始しました。マハゲイジスは大気圏突入しました。作戦失敗か。マンマシン部隊、エアフォースと合流しています。地上のメタトロン組織にレーザー通信を送れ、こちらの状況を伝えるんだ。高度150キロ。このままでは地球の重力に引かれる。どこだ。ぶつかる気か。アフラン氏、まだこんなところをうろうろしてたのか。ウル、このまま一緒に地球に落ちるか。摩擦熱で焼かれてマンマシンなどひとたまりもないぞ。話せ。お前と心中する気はない。アフラン氏、知っているか。こんな場合は先に変形した方が不利だ。大気圏に突入するところを狙撃されたら防ぎようがないからな。ブロンテクスターも変形できるのか。ああ、だから我慢比べをしようというのさ。ウル、高度110キロ、大気圏に突入した。限界だな。アフラン氏、地球で会おう。俺はお先に失礼する。何？さあ遠慮なく撃てよ、アフラン氏。うっ、ビームライフルをかわされた。なんて素早さだ。ああ、こっちも変形しないと機体が持たないぞ。突入角度が浅いと地球の大気に弾き飛ばされてしまう。突入角度40度に固定。あとは自動操縦だ。頼むぞガイアギア、燃え尽きるなよ。高度80キロ。ガイアギアの外気温は摂氏1500度。すごい暑さだ。あ、モニターが全部消えた。電波通信もできない。そうか、これがブラックアウト現象か。無線やモニターが全く使えなくなる最も危険な時間だとマドラス船長は言っていたが、怖がる必要はない。敵も味方も条件は同じのはずだ。今ガイアギアは地球を取り巻く大気の壁を突っ切っているんだな。この大気の壁が地球の全ての生命を守り育んできたのか。あ、モニターの映像が回復した。高度50キロ。ブラックアウト現象が終わった。ウルは？ブロンテクスターはどこだ？この近くにマンマシンはいないらしい。ガイアギア、落とせよ。こちらガイアギア、
アフランシー、無事だったのか。マドラス船長か。船長、今どこだ。大西洋の真上を飛んでる。集結地点目指してまっしぐらだ。よかった、僕もすぐに合流する。ああ、気をつけて降りてこいよ。集結地点はコンピューターにインプットされているはずだ。ここか。南フランスのマルセイユ、高度5キロ、自動操縦を解除、バーニア噴射。海だ。海がこんなに間近に見える。これが大西洋か。大西洋は汚染がひどいと聞いていたが、ここから見ると少しも汚れた感じがしない。大地にはまだあんなに緑が残っている。今ならまだ地球は守る価値がある。エバリー、聞こえるかい。僕は今地球に戻ってきたんだ。エバリー。